ルートラスフェスタいっぱいレスくれてありがとう。私ももうすぐ見つけてね、めっちゃ嬉しかった。超嬉しかった。ありがとうね、こちらこそ。会えてめちゃめちゃ嬉しかった。確かに2日連続かも。いや、なんかもう7月はさ、7月だよね今。やばい、もう時間の感覚が。7月はさ結構忙しくて時間がないからさ、少しでもね時間ある時にねショールームやりたい。今日はたまたま時間あったんで。でもさ、やばい、なんか今日さちょっとなんかやばいかも、なんか顔が終わってるかも。なんか終わってる、なんか笑ったりしてここの肉がやばいんだけど、なんか前髪もやばい、もう暑さで終わってる、なんか前髪やばい。あ、名前さん、あわあわありがとう。ゾウちゃんもかわいい、ありがとう。まなみちゃんもあわあわありがとう。あ、ぼうさん、ペンペンペンギン、ありがとう。アディさんかな、星ありがとう。きよしさん、かわいい、ほんとありがとう。前髪いい感じ。いや、なんかねここら辺がうにょうにょすぎる。うにょうにょだよ、めっちゃうにょうにょ。ストレートヘアかわいい、ありがとう。でもねストレートっていうかもううにょうにょなの、もうねうにょうにょなんだよ本当に。なんか湿気がねやばくて。大西さんだって、なんだこんばんは。今日マジ暑かった、今日とんでもない暑さだったよ本当に。皆さん無事に生きていてよかったです。私のショールームを見に来てくれているということは無事に今日も生きているということ、ナイスです。あ、ランスさん、あわあわありがとう。よっぴーさん、よっぴーさんかわいい、ありがとう。名前さん、星ありがとう。あ、キョロさん、星いっぱいありがとう。ルータンも星ありがとう。ソウさんも星ありがとう。お、ナオタンかな。ペンギン2匹ありがとう。クマ、暑さ対策とかある？もう水を飲みまくるしかない。でも今日はねマジで膝の裏からなんか足の裏なんていうの、足の裏からさ汗がめっちゃ出てくる、わかる？なんかさ足の裏から汗が出てくる、膝裏、そう、なんかねタラ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 ね足からね汗が出てくる、ね、普通にねなんかおでこからさ汗が垂れてきて目にね入っちゃいそうになるぜ。わ、ちさちゃん涼しい、いっぱいありがとう。これで涼んだわ、ありがとう。あ、ざわちゃんも星ありがとう。部活の時膝から滝のように汗かいてた、わかる。なんか膝裏ってやばくない？膝裏ってなんかすごい汗出てくる。ちょっとこの前髪やばすぎる。もうねでも仕方ない、もうこれ直しようがないからさ、今日はこれでいくしかない。こんばんは。鼻の下めちゃくちゃ汗出る、え、マジでわかる。ここでしょ、ここら辺でしょ、やばい。私もねここと鼻、なんか鼻の頭ここら辺がねやばい、汗やばい。なんかここほっぺはねあんま汗出ないんだけど、こことここがねやばいっす。めっちゃね滝のように汗が出てくる。
婚の異常の日の前髪心配すぎる。わかる、私もね。大丈夫かな、大丈夫かなって感じ。やばいかもしれん。わ、しんちゃん結婚してがいっぱい。結婚して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 。ええ、じゃあ検討しておきます。いつかね、いつか。ありがとう、りのちゃんかわいい、ありがとう。はちびーさん、くま、ありがとう。くまくま、ぽのちゃんハートありがとう。おみずさんもかわいい、ありがとう。ノートン星ありがとう。今家着いたらドアの目の前にジーって入れない。え、外にいるってこと？外にいるんだったらね、大丈夫だよ、全然大丈夫。それはもう生きて返してあげよう。いや、さすがにね、家の中に入ってきたらね、不法侵入ですからね。それはもうね、心を鬼にして退治するしかないけどね。家の外だったら大丈夫。ゴキブリも生きているって思ってね、優しく優しく見守ってあげよう。29日30日のライブ見に行きます。え、嬉しい。ぜひペンライトは青ピンクでお願いします。青ピンクでお願いします。見つけるよ、くまー。あわあわでめっちゃ濡れる予感。確かに、どんな感じになるかな、楽しみ。ジーもだけどセミが怖いです。マジわかる。セミ、なんかセミファイナル、あのさ、セミのもうお亡くなりになられたかと思いきや飛んでくるやつ、あれがね怖すぎる。マジでね、セミ怖いよ。セミファイナル怖すぎ。え、あれセミファイナルって言わないの？え、あれセミファイナルって言うよね。あのセミのさ、最後の抵抗みたいな。あれセミファイナルって言うと思ってた。あれ、これは全国共通ではないのかしら。え、言うよね言うよね言うよね。初めて聞いた、嘘。言うよね、ずっと みんな言うと思ってた。やばい。じゃあこれを機にさ、使ってくださいよ。セミファイナル見分けるには足が開いてるか閉じてるかで分かります。マジ、え、それめっちゃ有益情報じゃん。すごいいいこと聞いた。じゃあ今度セミファイナルにさ遭遇したら、それであれだね、それでどうにかするわ。でもセミはさ、なんかさ、ちょっとさ、すごい声量だよね。なんか私さ、結構さ、その歌が上手だねみたいにさ褒めてもらえることさあったりした時にさ、声量がなんかすごいみたいにさ、なんか言ってもらえることとかさたまにあるんだけど、めちゃ嬉しいんだけど、セミの方がさ、私より声でっかいと思うな。マジ、どっから声出てんのあれ。声じゃないのかなあれは。だってあんな小さいから、だからあんなうるさいとか言ったらセミに申し訳ないけどさ、うるさい、結構うるさいじゃん。やってみる？みんみんあおさん。みんみんみん。でもなんかみんみんってちょっと言いにくいかも。なんかやっぱあ行とかの方がね、言いやすいかもね。
確かにセミってそうだよね、7日間の命ですからさ、その7日間にマジ命かけてる。なるほどね。いや、儚い生き物だセミは。セミって飼えないのかな。なんかあれ、特別な何かご飯とかをさあげたりしたらさ、長生きしないのかな。くまくまくま、自分は1週間の命でよかったかも。マジ切ない。でも確かにさ、なんか1週間だったらさ、今突然さあと1週間しか生きられませんって言われたらさ、なんかすごい考えるよね、何をするか。なんだろうね、あと7日間しかもう生きられませんって言われたらどうしよう、急に言われたら。でもさ、そうしたらさ、もうなんかね、普通に過ごすかもしれん。レッドブルとかあげたら長生きするから。モンスターとかは、私モンスターあんま飲んだことないけど、モンスターってすごいさ美味しいの、なんかすごい本当大人気。逆に1週間だけ生きられますって言われたらそりゃあんな泣きますよね。あれはセミからのあのなんだろう、魂の叫びってこと。自分はあと7日間の命ですが、精一杯今を生きています、みん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 ってこと。でもみんみんゼミって言うてあんまいないかも。油ゼミじゃん、なんかジーみたいな、ジーみたいなさ、すごいなんかジューみたいなさ音の油ゼミが多いかも。みんみんゼミの声はね、そんななんか音はさ、セミってみんな大きいけど、なんかミンミンゼミのミンミンがね、あんまりなんかうるさって思わないかも。アブラゼミだよ、アブラゼミ、アブラゼミがさなんかすごいね、すぐジー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 ずっと言ってるよ。くつく帽子ね、帽子つくつくつく、帽子つく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 みたいに言ってるやつでしょ。あれ何なの、どうしてさこう鳴き声っていうね、レパートリーの中だったらこうワンワンとかさ、ニャンとかさ、まあね、ミンミンミンとかさ、なんかもう単純な鳴き声がさいっぱいあったはずじゃん。どうしてさあんな特徴的な鳴き声なの。あれ何なの、どうしてつくつく帽子さんはあんな鳴き声なったんですか。モノマネ上手、嬉しい、極めようかな。来年にはもう人間じゃなくてつくつく帽子になってるかも、よろしく。やっと家に入れた、ただいま、おかえり、おかえり。我が家に帰ってきたみたいになっちゃった。うわ全然やんなかった、ごめん。モリンちゃん星ありがとう、エリカちゃん星ありがとう、わモリンちゃんすごいハートいっぱいありがとう、あ I love you もありがとう、 I love モリンちゃんありがとう、ソーリンさんありがとう、星くまくまくま、お、
キョロさん結婚してがいっぱい、どうしよう、すごいいっぱいプロポーズされたからちょっとだけ考えておきます、いつか何百年後とか。コロさん星ありがとう。つくつく青さん、つくつく帽子になってるかもね来年はね。でもさ、私来世はさ、なんかあれだね、人間以外の生き物になってみたいかもしれない。ちょっと興味あるよ。セミはカメムシ目なんよな。そうなの。カメムシってどんなんだっけ。カメムシって臭いやつか、違った、キラキラのやつ、それはコガネムシ。ちょっとまだまだ私虫の知識がないわ。でもそれで言うと葵のお花、葵のお花はね、なんかあれオクラ、なんかオクラ、オクラは葵か、あれ葵がオクラか、ちょっとよくわかんないけど、なんかねオクラに何か関連性があったんだよ。わかる、来世は花になりたい。本当花になりたい。花、やだ私なんかさ、わこのお花綺麗って言ってブチってちぎられちゃったらちょっと悲しいかも。私ねちょっとちゃんと地面からずっと生えていたい。オクラマジ美味しいよね。最近食べてない、オクラ食べたい。オクラって夏じゃない、夏野菜じゃない。来世は女の子になってアイドルになりたい。アイドル結構大変よ。あとさ、なんかここではないどこかみたいなのをさ思ってるとさ、そのここではないどこかにこうたどり着いた時にさ、それが現実になるからさ、なんかやっぱりなんか現実だなってなるよね。ちょっと何言ってるか分かんないか。花瓶に綺麗に刺されるのはどう？でも確かにお花はいいかもしれない。なんだろう、でも私はねどうせならもうなんかなんだろう、隕石とかになりたい。もう宇宙の中をこうねボーってね、すごい勢いで飛んでいってね、どこかの星にぶつかって消滅して人生を終えたいよ。そんぐらいがいいよ、そんぐらいがちょうどいい。マジ哲学かもしれん。でも本当にそうだよ、なんかあこういうのいいな、ああいう世界いいな、こういう世界いいなって思ってもさ、それをそこにたどり着いたらね、やっぱそれはそれが現実になるわけだからさ、そんなユートピアみたいなこう理想郷みたいなところはねないですから、世の中には。隕石良くない？だってさ、流れ星って隕石でしょ？流れ星って隕石じゃないの？私隕石になってこう誰かの目に映る流れ星になってそのまま燃え尽きてもう消えたい。
じゃあそうだね、来世は隕石になりたいな、そう願っておこう。やっぱ口に出していけばさ叶うかもしれんし。隕石って字があるのかな。いやないよないよ、なんかねなくていいよほんとね。なんかあれだよ、なくていいっす。くめくま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 、そもそも来世があるかどうか。いや私はね来世を信じてるよ。こうね人の肉体とかね、この脳みその記憶とか、そのそういうのが、そういうのは一つ一つの人生でこう一旦こうなんていうの、リスタートリセットするかもしれないけど、やっぱね魂は続いていると思っています。だから来世はあると思っている。前世なんだった？前世は私はね人間だったと思う。前世は人間で、でもなんかハッピーエンドで人生を終えたわけじゃなくて、なんかどっちかというと何か後悔したまま人生を終えた人間だと思う私は。くまくまくま、わハチビーさん星ありがとう、ミネさんありがとう、星とハートありがとう。くま、まなみちゃん流れ星ありがとう。あゆうかちゃん結婚していっぱい、どうしよう100、150年後ぐらいに待ってますありがとう。あ、モリンちゃんバーンありがとう。あれどこまで読んだっけ、ちょっともう記憶がダメだ。あ、ソウさん涼しいありがとう、ミネさん星ありがとう、コロさんありがとう、こちらこそありがとう、ハチビーさんタコさんありがとう、タコヤさん星ありがとう、ハチビーさんバーンありがとう。あ、にちかさん結婚して、いやもっと本気で言ってもらわないと困りますありがとう。くまくまくま、来世は自我がないものになったら人間の記憶ないよね、それもまた面白い。確かに、でもねもう自我がないものになりたいな。だから隕石がいいよ、やっぱり隕石になろう。来世は隕石。アニメ見た影響かなって言われてそんなんじゃないよ、もう前からずっと思ってる。これはジガがなければ隕石になった意識もないやん、それでいいんだよ。もう何者、自分が前何者だったのかとかさ、今何なのかとかさ、何も分かんないままさ、何も分かんないままでいいの。とりあえず今世を終えたら隕石になる。あ、モリンちゃんペンペン2匹ありがとう。あ、そう
わわありがとう。うわ、にしかさん本気度が増してる。どうしよう。じゃあ200年後ぐらいに待ってます。迎えに来てね。ありがとう。隕石の人生めっちゃ暑そう。いいじゃん、寒いより良くない？いや暑くなっていこうぜ。寒いよりいいよ。寒いところ苦手だからね私は。ちょっと宇宙寒そう。確かに。でも自分が燃えてたら寒くないんじゃない？どうだろう。隕石もいいけど花火派です。花火いいね。確かに花火いいね。でもさ、なんか花火はさ完全にこう人の手によってさ綺麗な景色を作るためにさこうちゃんと目的があってさ生まれてるものじゃん。でもそれに比べて隕石はさもう目的とかないじゃん。もうなんか自然の摂理だからさ、それがいいよねって思う。私もこう自然の一部になってね、こう自然のままにね、誕生して消滅したいわ。くまくまくま。好きな花火の種類教えて。え？好きな花火の種類ってどういうこと？難しい。私あんま花火そんな見たことないかも。あ、手持ち花火ってこと？え？なんだろう。あ、でもなんか前に近所でなんか近所の人となんか謎に花火をやった時になんかネズミ花火みたいな感じのめっちゃなんかぐるぐる回ってなんか怖い花火があって、それねその時めっちゃ怖かったんだけど、あれもう一回やりたいな。ネズミ花火だっけ、なんかそんなようなやつご存知ですか？わ、梅太郎さん星いっぱいありがとう。まあI love you。 くまちゃんもいっぱいありがとう。 I love 梅太郎さん。くまありがとう。くまくまくま。花火したいな。花火一緒にしてくれる人募集中。そう、ベイブレードみたいなやつめっちゃ回転してやばかった。てかベイブレードとか懐かしいんだけど、私の兄がやってたわ。そう、ネズミ花、あ、ネズミ花火で合ってる？マジ怖くてびっくりした。でも確かに線香花火やいいね。花火の匂いが好きだな。あのなんか火の匂い、花火したくなってきた。葵さんと花火したいよ、したいよ。くまくまくま。くまたん花火平気？くまん、くまたん怖いものなんてないくまよ。くまたんのこの顔を見るくま。くまたんすごい貫禄。なんかさ、こう例えばね、私がねこうなんだろう、椅子のさ背もたれとかにさこうくまたんをこうなんていうの、お布団を干す時みたいにさこうね椅子の背もたれとかにさかけるのよ。そしたらもう怖いじゃん多分。でさ母にさ、くまたんかわいそうで怖がってるよってさ言われるんだけど、でもさくまたんの顔を見てよ、この余裕そうな表情を。くまたんに怖いものなんて
ないんだ。クマ、クマタンはすごくね、あれだから、貫禄のあるクマさんだからさ。あ、カジンさんハートありがとう。サオちゃんも星ありがとう。あ、ゆうかちゃんハートいっぱいありがとう。クマクマ、失礼ですが何歳ですか？クマ、クマタンは何歳だ？10歳ぐらい、11歳ぐらいかな。私が年長さんぐらいの時に来たからさ。クマ、クマタン貫禄あるからね。そうなの、すごいよね。なんか全てをさ受け入れた表情してる。なんか世の中の全てをこう受け入れてる表情してる。そう、星クマ、クマ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 、パタ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 。自分が11歳の頃なんて多分お菓子食べれなくて泣いてました。あ、お菓子ね、あの夜ご飯をちゃんと食べないと次のさ、あの日のお菓子がさ禁止になっちゃう。11歳って何してたんだろう。小5か、小5って何してたかな。別冊マーガレット、あ、別冊マーガレットばっか読んでた気がする。先生君主とか読んでた。なんか漫画ばっか読んで、なんかあれだ、漫画ばっか読んでドッジボールとかして、あの大富豪してた。そんぐらいだわ。そんなに立ってるんだ、綺麗だね、大事にしてるのか分かる。クマー、やった、クマー、あ、パタ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 。そう、でもね、こう今まで何度かね、こうなんだろう、こうね、脇の下とかね、この背中、首のあたりとかね、いろいろね、まあお怪我してしまい、中のあのわたわたやら中のビーズやらがね、まあクマタンのね内臓である綿やビーズがね出てきてしまったことがね何度かあるんですけど、それはね、ママ病院でママ院長先生にね直してもらった。そう、麻酔なしで麻酔なしでね直接あの縫ってもう何針か分かんないけどもね縫ってもらったけど、まあクマタンは強いからさ、麻酔なんていらないんだよ。お母様天才外科医すぎる。そうなの、マジクマタンはね、ママ病院にお世話になってるからね。ね、なんか謎にめっちゃタンが絡む。ごめんね、ありがとう、心配してくれて。そう、クマタンね、手術の経験がね、大きい手術の経験が何回かあるんだ。クマー、クマタン強い、クマ。麻酔使うと治り遅いからね。そうなんだ、やっぱクマタンはさ今でもこう元気でいられるのはね、ママ病院にお世話になっているからですね。クマクマ、そう、めちゃくちゃ名医ですねめちゃくちゃ名医。
くまたんレスちょうだいだって。じゃあくまたんから特別に愛の投げキッスを。あ、くまたん、あ、手が口に届かない。くま、投げキッスができないくまよ。痛いくま、顔が痛いくま。できなかった。確かに。じゃあ代わりに顎キッスを。どうぞくま、どうぞくま。ひど、指ハートしてたって。くまー、うわー、ひどい。くまたんにそんなこと言うなんて。あげ、顎投げた。ウィンクお願いします。あく、くま、あく、くま、うわー、うわー、くまたんにはまぶたがないんだ。くまよー、ウィーン、できない。くまーい、よしよし、なんて可愛いんでしょう。くまたんってドライアイだっけ。確かに生まれてからずっとさ目開いてるからね。一回もさ目閉じたことない。くまたんエアハグしてだって。それならできるくまよ。ぎゅーくま、え、可愛い。ちょっと待って、可愛い。くまー、くまたんからみんなにハグのプレゼント。くまー、かわいい。みんないつも偉い。くまー、ぎゅー、かわいい。くまたんって天才的なアイドル様。なんとかかんとかかんとか、今日何だ。モフモフ。あれ読んでなかったっす。ギョメンギョメン。あ、モリンちゃんブラボー、ありがとう。ユナタン尊い、ありがとう。ソウさんは尊い、ありがとう。わ、おうちゃんすごい、なんかくす玉すごい、ありがとう。きよしさんいいね、ありがとう。あかりちゃんラブレター、ありがとう。とーちーさんかわいい、ほんとありがとう。コロさんをかわいい、ありがとう。あ、ゆなたんバーン、ありがとう。ゆなたんあわあわもありがとう。ハートもいっぱいありがとう。あ、流れ星もかわいいもありがとう。あ、どこまで読んだっけ。おーちゃん星いっぱい、ありがとう。あ、ぼうさんも尊い、ありがとう。くまたんはとびっきりの愛です。くまー、くまたんにアイドル歌わせてたらピカイチかも。確かに、くまたん歌ってみたらそうかな。くまくま。でもくまたんさ、こうアイドルに、ね、なろうと思ってもさ、これマイクをねこう握れないんですわ。マイクを握れないんですわよ。だからやっぱヘッドセットにしてもらわないとね。くまたんのためにさ、あのハンドマイクじゃなくてヘッドセットにしてもらわないと。くま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 。ファーストテイクやばい。ファーストテイクさ、あのさすごい方々のラインナップの中にさ突然くまたん現れたらめっちゃ可愛いんだけど、日本中がびっくりするよ、世界中がびっくり、全米に衝撃。一匹の可愛い白熊が
ファーストテイクで歌を披露。たちまち世界中で大バズり。なんとかかんとかヒットチャートなんとかかんとか歴代最高記録更新。くまイヤモニも特注。そうだよ、このかわいいかわいいかわいいちっちゃい耳にねちゃんと入るイヤモニじゃないとダメですから。グマー、モフモフ。ファーストテイクって背景白だから埋もれそう。確かに。どうする、壁と同化してさ、この目と鼻と口しか見えなかったら。あ、手も一応こういうなんか、これは何なんだろう、爪なのかな。曲は僕は熊でお願いします。もちろんです。熊北極ベアーズが一躍世界レベルのグループに。次の WBC ではね、北極ベアーズ優勝しちゃうかもしれん。クマ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 、モフ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 。お手紙ってどのくらいの頻度で受け取ってる？お手紙ね、この間レッスン室行ったらね、また届いててすごい嬉しかった。くまくま。あ、お手紙でさ、たまにさ、なんか迷っちゃうのがさ、こう名前をね、なんかその個人情報みたいな、なんか載せるの誰ですみたいにさ、注意書きが結構ちゃんとしっかり書いてあるからさ、なんかツイッターの名前とか書いたらなんかダメなのか、でも誰から来たか分かんないよね、どうなんだろうみたいなさ、たまに見るんだけど、ツイッターの名前はね OK だよ。だからお手紙ね、ツイッターの名前なんか多分住所とか、なんかあとなんか仕事のこととかはね、めちゃめちゃもうなんかとんでもないぐらいの黒塗りでもう何も見えませんって感じなんだけど、だからお手紙さ待ってるよ。お手紙書こうか悩んでる。え、書いて書いて書いて、え、めっちゃ書いてほしい、絶対に書いて。待ってるよ。仕事ね、なんか前になんか丸々黒塗りになってて、なんかなんか職業、なんか自分はこういう職業をしてますみたいなのがね、のところがね黒くなってた気がする。黒塗りって物理？え、そうだよ、物理だよ、もうガチ黒塗りだよ。ブーンってね、ブーンってバーって感じだよ。くま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 く。いや、なんかもちろん内容にもよると思うけど、え、わかんない、職業ダメ、え、なんか適当なこと言っちゃったかも、すごい適当なこと言っちゃったかも、ごめんなさい。ちょっと当てにしないで、一回お、なんか1、2回ぐらい送ってくれたお手紙の中で黒塗りになってたやつが、ちょっと前後の文章から判断するに多分仕事っぽいなって思っただけで。
お手紙は直筆のが届くの、コピーとかされてる？もちろん直筆、直筆書いてくれたやつがそのまま手元に届くよ。コピーやばい、コピーやばい、嬉しいよ。おじさん特有の自分語りでもよい？めっちゃ嬉しい。なんかみんながなんかその自分のことをね教えてくれるのめっちゃ嬉しいよ。待ってる、超絶自分語りお手紙。待ってるよ。黒塗りの基準もっと明記してほしい。でもね、なんか黒塗られたことねほとんどないかも。ほとんど大丈夫、ほとんどね大丈夫、全然。あのねリミスタさんのやつはねもう2回に1回ぐらい黒塗りだ、あ2回に1回どこじゃん、もう 3分の2ぐらい黒塗り、何基準なのかわからない黒塗りがねあのいっぱいあるけど、多分お手紙は本当に全然なんかその常識的に考えて書いちゃダメそうなこと以外だったら大丈夫だと思う。ツイッターやってないから書きます。待ってるよ、本当に楽しみ。手紙というものを随分書いてないな。じゃあさ、その久しぶりのお手紙を私に書いて。私じゃなくてくまたんでもいいよ。じゃあ僕の直筆サイン入り届けるね。楽しみ。楽しみ、サイン入り貴重やん、貴重だ。封筒汚れないように封筒二重にしてることあるんだけど、葵ちゃんには二重のまま届くの？二重のまま届いたことないかも、多分。なんかあの普通さ、お友達とかにお手紙書くときはさ、封筒にその自分の住所とかさ全部書いて送るじゃん。なんか多分私にお手紙送ってくれてる方の中で、多分封筒を二重にして外側の封筒にその住所とか書いてみたいな方だったら、外側の封筒は私には届かなくなってると思う。くまくまくま。でも住所はね結局ね黒塗りにされるから、ほんとねマジもう絶対見えないようにね、なんかボールペンでねもうぐるんぐるんのぐるんぐるんになってるよ。手紙書こうと思って下書きするけど、下書きで満足しちゃって結局出せない。なんで下書きで満足するの？なんで下書きで満足するんですか？お手紙好きだけど本当に届くか不安になる。待って、その話お話し会でしようと思ってた、やばい。ちゃんと届いてるよマジでね、全部ちゃんと届いてる本当に。でもなんかこうお話し会とかでさ、なんか届いて読んで嬉しくて、その瞬間とかはさ、あ絶対今度お話できた時なんかありがとうって言おうって思ってるのにさ、なんかいざお話し会になるとさ、なんかもう話したいことがいっぱいありすぎてね、もうなんか飛んじゃう話が。もふ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 。封筒に住所書いてあったら封筒届かない？なんか届いてから一旦マネージャーさんが確認してくださるから、その時にそのもし2枚とかで送ってくれてる方はその外側があれかも、外側はどっか行っちまうのかも。年内どこかで絶対書こう、気合と決意が必要。楽しみにしてる。めっちゃ楽しみにしてる。
でも確かにさ、お手紙ってさ、なんか私さ、 LINE めちゃ苦手で、 LINE 苦手だし電話も苦手だし、なんか本当にどんだけ仲いい人とかでも本当に LINE ができないの。本当に電話もできないし、あ、もちろんそのなんか必要事項、なんか業務連絡的なのは頑張ってちゃんと早く返すけど、なんか雑談みたいな、なんか返す内容がこうはっきりしないもの、自分でなんかしっかり考えて書かないといけないものはなんかメモね、 LINE とかね、電話でね、なんかねちょっと苦手でね、まあ、だから直接話すかね、お手紙がね一番好き。お手紙っていいよね。私もみんなにお手紙書きたいな。好きなところ1000個書いて送ったらマネージャーさんに惹かれちゃうかな。いや、マネージャーさんはね、多分ね、もうね、私たちだけじゃなくて、もう先輩方のとか、もういろんな人のあらゆるお手紙をね閲覧してきてるからね、大丈夫だと思う。わかる、用事がないとやり取り続けるの難しい。そうなの、なんかか、これを返すことがはっきり決まってる内容じゃないとちょっとね、うまく返せない。くまくま、お手紙書いてる時間結構好きなんでまた書けますね。え、待ってる、マジで。てか私も前に書いてくれたやつの話をしたいとずっと思ってた。やばい。よく LINE するメンバーは、え、なんかマジで LINE しない。本当に必要事項しか、友達とも LINE しない。誰とも LINE しない。くまくま。プレゼントはまだダメですの？プレゼントはね、ダメだ。カビン。くまくま。くまくま。もふー、雑談ラインを3日ぐらい返さない、大丈夫。私ね、この間ね1ヶ月ぐらい返さなかった。大丈夫じゃない、全然大丈夫じゃない、本当ごめんなさいって感じなんだけど、なんか雑談系のラインだとなんか本当どうしてもね返すことが思いつかなくて。だから直接話してくれるのが一番いいんだよ。直接話したらその瞬間に答えるからさ。1ヶ月後になんで返そうと思ったの？え、友達から「早く返してくんない？」って言われた。そろそろ返してくんないって言われて返しました。やばい、本当にごめんなさい。いや本当よくないよ、そういうのでね、やっぱさ人からの信用を失っていくからね。いや、よくない、よくないって分かってるんだけどさ、でもやっぱりさ、ちょっと LINE 本当に苦手なんだよ。いや、 やっぱ私ね、そのぐらい言ってくれる友達じゃないとダメかも。くまくまくま。
ツイッター独り言の垂れ流しだから楽なのに。わかる。ツイッターってさ、なんだろう、ほんと別にさ、なんかツイートして周りにこう意見を発信しますみたいなんじゃなくてさ、もう本当にさ、もう超くだらないさ独り言なのよ、ただの。マジわかる。もうツイッター愛してる。そうそう、 LINE だとさ、なんか、あ、返さなきゃ返さなきゃ返さなきゃって思っちゃうからさ、あ、返さないといけないのにって、こうなんかね、心の負担にねちょっとなっちまう。でもさ、ツイッターはさ、本当に本当にいいよ。ツイッターはいいよ。ま、ハチビーさん、クマありがとう、クマありがとう、クマ。あ、ユナタンハートありがとう。あかりちゃんもおハートいっぱいありがとう。ハチビーさんラブレターもありがとう。サイサイさんあわあわありがとう。あ、あかりちゃんアイスありがとう。あかりちゃんかわいいもありがとう。どこまで読んだっけ、読んだっけこれ。あ、きよしさんラブレターありがとう。もふ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 、そう、返さなきゃって思うのがさ、ちょっとねしんどいっす。もふ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 。あ、おーちゃん結婚してすごいいっぱい。どうしようかな。前向きに検討しておきます。ありがとう。あ、カジさんもラブレターありがとう。ノーツイッターノーライフ、マジそう。ツイッター本当に便利すぎる。そうなんだよ、そうなんだよ。くまくまくま。でも私はさ、とりあえず今はもうさ、イコノイ上位の立ち位置が覚えらんなくてヤバすぎ問題に直面してるからね。マジで覚えらんないって、本当に覚えらんないって、マジ覚えらんなくてやばい。助けてください、助けて、皆さん助けてください。マジ 20.75 とかもね、ありえない数字がもう、うー、花道上手向き、うー、センターステージ横の花道何番本捨て向き、うぅぅぅ、どうしよう、ステージ立ってるな、うん、こんな顔なっちゃったらどうしよう、うん、覚えられないよ。いやマジね、覚えられないの。なんかプレイリストをさ作ってさ、いや全然ネタバレじゃないよ、みんな去年もこういう感じだったからさ、プレイリストを作ってさ、その電車とかでさ曲をそのプレイリストを流しながらさ、あ、今私はここにいます、ここにいます、こんなことをしています、ここにいますとかさ想像しながらさ、こうプレイリストを流しながらね、こう電車にガタンゴトンと揺られながらみたいな感じなんだけど、もうね全然思い出せなくて、あ、やばい、今何、私は何をしてるんだろうって、あ、もうこれ本番だったらもう迷子になって、もう涙が出て、もうさようならだ、あ、もう本当やばいぜってね、もうやばい。でもさ、楽しみ、楽しみだよね、みんなが楽しみにしてくれてるから。あ、時間がやばい。あ、そうさんファイトありがとう。ハチビーさんもファイトありがとう。ナスナさん星ありがとう。
じゃあちょっとあれだわ、ランキングを読みます。はい、では13位から13位、ディバさんありがとう、ディバさんありがとう。そして12位がソウさんありがとう、ソウさんありがとう。そして11位がミネさんありがとう、ミネさんありがとう。そして10位がしんちゃんありがとう、しんちゃんありがとう。そして9位がなおたんありがとう、なおたんありがとう。そして8位がちさちゃんありがとう、ちさちゃんありがとう。そして7位がにちかさんありがとう、にちかさんありがとう。そして6位がゆうかちゃんありがとう、ゆうかちゃんありがとう。そして5位がワリリンちゃんありがとう、ワリリンちゃんありがとう。そして4位がキョロさんありがとう、キョロさんありがとう。そして3位がおーちゃんありがとう、おーちゃんありがとう。そして2位がハチビーさんありがとう、ハチビーさんありがとう。そして1位がダララ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 ダン、梅太郎さんです、ありがとう梅太郎さんありがとう。時間がいい感じ、ありがとうす。皆様おやすみなさい。私はお風呂に一瞬で入って一瞬で寝ます。タイムアタック、お風呂タイムアタックだぜ。おお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 おバイバーイ。